こんばんは、五十嵐レイです。今日は土曜日の京都のメインレース、ラジオ日経京都2歳ステークスの一点勝負予想をお届けしたいと思います。先週の一点勝負予想はね、もうシュトラウスが、4番人気だったんですけど、もうバッチリ来てくれて、うわーやったーって思ったんですけど、まあ、相手 の、 あのミカエルパシャがね、まあ、めちゃくちゃ頑張ってたんですけど、でもまあ3着以内には来ず、何着だったかな、5着ぐらいだったと思うんですけどね。なのでその馬券は、まあ、残念な相手決まらずっていうね結果になってしまいました。なのでもうね、そろそろ今週こそはね、ちょっとバチッと1点で的中を狙いたいなと思っております。はい、ではそんな一点勝負予想の本命に選んだのがギャンブルルームです。なんかねすごい名前ですけど、でもなんかイタリアのなんか由来があるらしいですよ。はい、でそんなギャンブルルームは札幌2歳ステークスを3着に構想した絆3区の馬さんですね。で新馬戦では上がり最速となる33秒7っていう末脚で差し切って優勝しました。で前走の札幌2歳ステークスでは先行してちょっと前の馬には着差をつけられたものの、でも3着を確保して、まあ、デビュー戦から2戦ともちょっと違う戦法で構想できているっていうね、もう自在性のある脚質をこれは評価したいなと思いました。はい、で今回はね京都コースに変わることによって前走のようなスムーズな、ね、先行ができたらば、まあ、頭争いに今回も残すことができると判断しまして本命に選びました。はい、で鞍上にはライアン・ムーア騎手が予定されていまして、もう、ね、ムーア騎手といえばギャンブルルームのお母さんシャンデリアハウスにも騎乗して2着に好走した実績がある騎手で、もうね世代を超えて手綱を取るっていう点もね楽しみですね。もうこれがなんか競馬の楽しいところやなって私は思っています。はい、ということで今回はギャンブルルームとあとはパワーホールのワイド1点馬券で勝負したいと思います。ね、これ的中してくれたらめっちゃ嬉しいなそろそろね1点勝負も決めたいところですが、ね、頑張って応援しようと思います。で今週はね京阪杯とジャパンカップの3連単予想も公開いたしますので、皆様のご視聴お待ちしております。では今週も一緒に競馬楽しみましょう。